2014年12月22日23時32分。ネットで見つけた怖い話。第7828話、とっておきの釣り場。あまり怖くはないのですが、嘘偽りない実話です。小学3年の夏休み、釣りが好きで好きで、毎日のようにじいちゃんと近所の小川に行っていた。山に囲まれた田舎なんだけど、当時は水もきれいで魚もたくさん住んでいたものだ。ある日、じいちゃんに教えてもらったとっておきの釣り場に行ってみることにしたけど、その日はなぜか一人で行ったんだ。自分にとっては大冒険だった。朝くらいうちから自転車を1時間くらい漕いで行くと、お地蔵さんが見えた。ここが山辺の入り口だな。自転車を置き、釣り具と弁当を持って、山の中へ続く小道を歩いて行ったんだ。結構歩いたと思う。朝もやの中、一本道を進んでいくと水の音が聞こえた。草むらをかき分けていくと、川がそこにあった。ポイントを決め、始めると釣れるわ釣れるわ、無我夢中で釣りまくった。お弁当を食べ昼寝した後も、面白くて一日中釣りを楽しんだ。あたりはもう薄暗くなっていた。バケツの中はもう魚で溢れている。帰ってじいちゃんに見せてやらなきゃ。そう思って帰り支度を始めたとき、今まで全く気がつかなかった周囲の異常に気がついた。なんか静かだな。虫の声、風が木々を揺らす音、水の音、何も聞こえない。今、この山の中にいるのは自分だけなんだな。そう考えると、なぜか急にものすごい恐怖感が湧き上がってきた。支度を終え、元来た小道へ戻ろうと斜面を上がっていき、ふと川の方を振り返ると、麦わら帽子をかぶったおじさんが、自分がさっきまでいた場所に立っていた。おじさんは怒っているように見えた。俺の釣り場を荒らした奴がいる、という感じだった。自分が何か悪いことをしたように思え、気づかれないように逃げようとしたとき、何かに突き転んでしまった。ガバッと起き上がり川の方を見ると、おじさんがじーっとこちらを見ている。まずい。急いで小道へ出て、早足で麓の方へ歩いて行った。歩き始めてすぐ、20メートルくらい後ろで、おい、という声がした。優しそうな声だったが、自分は無視して歩いていた。大抵よ。口調が違う。聞いた瞬間にはもう走っていた。10分くらい走っただろうか。立ち止まって休むことにした。あたりはもう暗くなっていた。ふもとまであとどれくらいだろう。月明かりで道は見えるが、逃げてきた方を振り返ると、奥の方は暗闇で何も見えない。息が整ってきて、さてそろそろという時に足音が聞こえてきた。暗くて見えないが、確実に暗闇の中誰かが歩いてきている。また自分は走り出した。おい、さっきの人の声だと気がついた。数M後ろまで来ている。ごめんなさい。と叫んで走っているとき、その声を確かに聞いた。殺してやる。自分は全速力で山を駆け下りた。あまりの恐怖に訳がわからなくなっていたんだと思う。この後のことはほとんど何も覚えていない。気がつくと家にたどり着いていた。泥だらけで夜遅く家に着き、親に怒られたのは言うまでもない。魚も全部なくなってて、じいちゃんに自慢もできなかった。けど、その日あったことは誰にも言えなかった。きっと、言ったらもっと親に怒られると思ったからだと思う。それからしばらくは釣りに行けなかった。次の夏、じいちゃん死んじゃったけど、結局一度もあの釣り場に一緒に行くこともなかった。一体あのおじさんは何だったんだろう？最高に楽しかった思い出と、恐怖の思い出。遠い夏の日の思い出。ネットで見つけた怖い話。第7829話。漁師さんの迷信。海が近いせいか、漁師さんの迷信みたいな話を近所でよく聞かされた。入り盆、送り盆には漁をしてはいけない。とか、海川に入ってはいけない。
とか。でも、この話はうちの近所だけじゃなくても一般的みたいだけど、この話もそんな話、お盆じゃなくて地元のルールのようです。初めてやばいと思った体験です。釣りが好きな僕が友達 N を誘って海に行こうとしたら、船は持ってるけど漁師を引退した友達の爺さんが面白そうに。今日から明後日まで、峰の州の方に行ったらいかんぞ。助けられんからな。と、わざとらしく語りかけてきた。だけど目だけは厳しかった。峰の州というのは、地元で呼んでる浅瀬のことです。知らない人が見たらただの磯にしか見えません。友達 N が、わかってるよ、釣れなかったら帰ってくるから。と返事だけして、僕と N は釣りに出かけた。釣り場まで自転車で15分ぐらいで着いた。本当は現車で来たかったのだが、N がまだ免許を持っていなかったことと、ガソリンを入れに行くのが面倒だったためチャリにした。釣り場には4かと見慣れない大学生風の2人組が、何か釣りのようなことを先にしていた。ちょうど例の峰の州の手前の防波堤で、2から300メートル先が峰の州。暇そうにタバコを吸ったりしていた。僕と N は少し遠慮しながら、横でいつものように釣りを始めた。少し離れてるとはいえ、見慣れない二人組はこっちの様子が気になるようで、しばらくして話しかけてきた。少しパーマのかかった人あたりの良さげな片方が、こんにちは、ここ釣れるの？全然ダメなんだよね。警戒させない声だった。もう一人は、隣の N の仕掛けに興味があるみたいで、じろじろと竿先や仕掛け入れを観察していた。それから二人ともいろいろと面白い話をしてくれ、缶コーヒーまでもらった。2から3分ほど話してみると、その大学生二人組の仕掛けが、この場所ではまったく不向きだというのがすぐにわかった。僕らはその二人が釣りたい魚が目の前の峰の州によくいることを知っていたのと、その仕掛けが峰の州なら向いているだろうと思った。だから、よくしてもらったお礼になればと思って、峰の州の場所のことを話した。その時は、もう N のじいさんが言ってたことなんかどうでもよかったように覚えている。子供が行くわけじゃないし、大学生と言ったらもう大人なんだし、と思っていたんだと思う。その日、僕と N も釣れなければ峰の州に行くつもりでいたぐらいだ。二人は車に荷物を積み込むと、ありがとね、行ってみるわ。と言い残してさっさと行ってしまった。僕は、あの二人に狙いの魚が釣れるとは思えなかったけど、可能性が高くなったことに少しだけ満足していた。N に至っては、釣れないようなら手伝いに行くかな？と言いながら、もらった缶コーヒーを飲んでいた。それから2から30分経っただろうか？遠く、峰の州の磯先に先ほどの二人の姿が見えた。竿を持って歩いている。さらに、しばらくしてこっちに手を振っているのがわかる。釣れたんだろうね。と N が手を振る。それから僕と N も自分たちの釣りが忙しかったので、あの二人組のことは忘れていた。少し日が傾き始めた頃、気がつくと天気は曇り空に変わっていた。グレーの空を映す海は、あまり綺麗とは言えない。僕が紐で結んだバケツで海水を汲んで水替えをしていると、N が、あれ？見て、と峰の州の方を指さす。何？僕は、バケツの紐を引きながら、峰の州を見た。例の二人組が、僕らから見てありえない場所、海の上に立っている、さらにその先に歩いてるようにも見えた。天のようにしか見えない二人だが、だんだん小さくなっていくのがわかる。遠くに移動しているというよりも、沈んでいってるように見える。事実、上半身しか見えない。天の片方が振り向いたのが見えた。はっきりしないが、慌てて戻ってるようだ。もう一人は、まだ振り向かない。僕と N は多分、家を出る前のじいさんの言葉を思い出していたと思う。僕と N は黙って、手元の道具を片付けながら様子を見守った。一人はもう頭だけになった。そして潜るように消えた。N が、じいちゃんの言う通りになった。とつぶやいて、放心しているのが感じられた。僕も N もまだ携帯電話なんか持ってはいなかった。
何もできないでいた。戻っているように見えた男が、何度か海に転ぶのが見えた。そして僕は、もがく男が波の表面から、複数の白い手のようなものに絡め取られて沈むのを見た。N も見えたと言っている。3回ほど頭を出して、それを覆い引きこすり込むようにして、灰色の波が缶コーヒーをくれた大学生を隠してしまった。僕と N は唖然としていた。時間にしてみれば3から4分のことか、長くても10分ぐらいかもしれない。とりあえず、僕は、自転車で近くの家まで警察と救急を呼びに、N はその場に残って見守ることに、その後のことはあまり覚えてないけど、警察と消防署に事情聴取されて、そのまま僕と N は帰った。消防署の人が、後で何かあったら電話するから、電話番号を教えて、という言葉が耳にまだ残ってる。実際に一人目の死体が上がったのが、2日後だったと思う。もう一人は上がらずじまい。その日のことは地元でしかニュースにならなかった。今でも思い出すが、あの、白い手、は絶対に見間違いなんかじゃないと思う。N が G さんに峰の衆に行ってはいけない由来を聞いてみても、G さんもよく知らないようで。ただ、あそこは昔から、この季節は行ってもいいことがないから、もう行くな、とだけ言われたようだ。何年かして犬のじいさんが、普段見えんものが見えると人間、奥まで行くから帰れんようになる、と言っていた。N がその後、好奇心で峰の衆まで行こうとしたが、どうしても途中から足がすくんで動けなかったらしい。特に言われはないけどそんな場所があって、ひょっとしたら僕と N の寝台割りになったあの二人には、今でも申し訳ないと思っています。ネットで見つけた怖い話。第7830話、謎なことが多い小学校。卒アル見てて思い出したので書かせてください。小5か6年の時に音楽室で音楽の授業中に、杉山くんのズボンがいきなり水没したことがありました。おもらしじゃない?と思われるかもしれませんが、ジュワーという感じより、股間で水風船が破裂したようにいきなりバシャ、と水没したんです。科学的に調べたわけではありませんが、嗅いだ限りではおしっこではない液体だったし、小学校高学年だったし、別の授業中、何もない空間からいきなりビー玉が50個くらいバラバラ落ちてきたり、学校で飼っていたウコッケイの首がなくなっていたこともあり、他にも小さなことを挙げたらキリがないくらい謎なことが多い小学校でした。61、水没ではないでしょ、わら、それにウコッケイの首がなくなっていたのは全然別の犯人だと思う。62、旦那に話したら、精通じゃん、って言われたんですが、無色透明無臭の液体 X がいきなりバシャって出てくるもんなんですか?男子って、ウコッケイのは教師によりカラスってことで片付けられたんですが、何なんでしょうかね。ちなみに、もう引っ越して特定されても関係ないんで書きますが、都内の M 市の小学校です。使って地名の場所にありました。ネットで見つけた怖い話。第7831話、お食事前。小学校3から4年生の頃、お正月で自宅のリビングでのこと。元日、おせち料理がちゃぶ台に並べられお食事前、並べるのに自分も手伝った覚えがある。お雑煮などもよそられてて、あとは家族みんなで席について食べられるような状態。そこでお客さんが来たんだかなんだか、そこまでは覚えてないんだが、団地だったのでお隣さんが挨拶に来たのかも。とにかく、リビングに家族が誰もいなくなって、おいら一人で待ってた。んで、多分ちゃぶ台周りで遊んでたんだろう、よそられたお雑煮のお椀を引っ掛けて床に落としてしまった。床は絨毯。とっさに、やべえ怒られる。って思って、裏返って落ちたお椀の中身が広がらないようにって必死で上から押さえた、わら。汁物だし絨毯だから、いくら押さえたって染み出てくるのに、わら。しばらく押さえてたけど、絨毯が汚れる気配が全くない。染み出ても来ない。あれ?
って思って恐る恐るお椀を持ち上げてみたら、中身がない、空っぽ、絨毯も汚れていない。落ちる瞬間、お雑煮は確かに入ってたのに。食べる前だったし、中身が入ったまんま裏返って落ちていく様を覚えてる。落ちた時も、ずしゃ、だか、どす、って感じだった。お雑煮、消えちゃった。狐につままれたような感じでしばらく、だった、え？ってちゃぶ台周りお雑煮がこぼれてないか探しちゃった。わら、その後戻ってきた家族に話したけど、食べちゃったんでしょ。で片付けられ信じてもらえず、という、本当にちょっとだけ不思議な体験でした。にしても、あのお雑煮はどこに行っちゃったんだろうか。ネットで見つけた怖い話。第7832話、第2の Y ちゃん。同じ大学の、ちょっと不思議な子の話。Y ちゃん、普通に可愛い感じの子なんだけど、その子が知らないところで、Y ちゃんって〇〇なんだって、って何の関係もない情報を流す人がいる。あんまりにも頻繁に起こるんで、仲間内ではその現象に、第二の Y ちゃん、って名前をつけた W。悪口とかなら、Y ちゃんに悪意のある人が噂を流してるのかもって思うんだけど、全然意味のない話題が多いんだよね。その1、ゼミの先生から不意に、Y さん埼玉方面だから〇〇さんと合流して、みたいな指示を出されて、え？私の家千葉ですけど？みたいな、先生。ゼミの子の誰かが、Y さんの家は埼玉だって言ってたんだけど、実家が〇〇駅、埼玉、って話も、別の人がしてた気が、Y？ え、それ誰ですか？先生もあれ？って感じで、誰だったっけなぁ、思い出せない。その2、女子で集まって、みんなで少しずつお金を出し合って、何種類もホールケーキを買ってきて食べる、ケーキの会、ってのを企画したんだけど、ケーキ買ってきてさあ食べるぞ。って時に、Y ちゃんだけいないんだよね。みんな、あれ、Y ちゃんどっか行った？ Y ちゃん、最初は食べたいと思ったけど気が変わったって、帰っちゃったよ。みんな、Y ちゃん W 相変わらずだな W。もともとちょっと気分嫌なところがある子だし、小食だったからありえる、とみんなで納得した。ケーキを全部食べ終えた頃、Y ちゃん登場。Y、私の分は、みんな、あれ？帰ったんじゃなかったの。Y、帰ってないよ。ケーキ選ぶのも参加したのに帰るわけないじゃん。誰が帰ったとか言ったの？私のケーキ、の、みんな、誰だっけ？みんな誰が言ったか思い出せない。大人数ではあったけど、お金でし合ったりしたから頭数は把握してたのに。みんなの記憶は全部同じで、Y ちゃんと親しい誰かが部屋のあっちの方で、最初は乗り気だったけど気が変わって、帰っちゃった、という趣旨のことを言う。みんなも、ちゃんが言うならそっか、と納得しちゃう。ちゃんは、ケーキの会の言い出しっぺや、Y ちゃんとも親しい人だった。あんまり話したことないけど、ノリで参加した人の類ではない。でも誰だったか思い出せない。一時間も経ってないのにね。Y ちゃんの話で共通してるのは、誰か別の人も言ってた。とか、普段曖昧なことを言わないような人から、確かに聞いた。とか、何かと裏付けされて記憶に残ってること。Y ちゃんのお兄さんっていくつ？ Y、私一人っ子ですけど、え？でも確かにお兄さんとの交流、具体的、エピソードも聞いたし、一人じゃなくてみんなで話してて、Y ちゃんのお兄さんってこうなんだよねって話が通じてたと思ったんだけど。でも、みんなそれを誰が言ってたのか思い出せない。ケーキの件は食べられなくて Y ちゃんかなり落ち込んでたけど、他はほんと他愛もない話ばっかなんだよね。Y ちゃんは、カバンがぐっしょり濡れてて、中のペットボトル漏れた。と慌てて開けてみたけど漏れた跡はない。水はどこから？
みたいなこともある人で、話題にこと書かない。144、145。で、Y ちゃんはみんなが何種類ものケーキを食べ終えるような長い時間、一体どこへ行ってたんだって、実は Y ちゃんなんて存在しないんだろ。147。大学祭の準備期間だったので、学科の用事とか模擬店掛け持ちとかで人の出入りは激しかった。でも、Y ちゃんは確かにいない時間が長かった。かな。ちなみにケーキはアイスケーキなので、学校の冷凍庫から出して、分けて、食べきるまではすごく急いだ。一人当たりたりの量も少なかったから、分けたらあっという間だった。148。やめてください W。でも、実際本人は時々、このことで深刻な顔してるなぁ。誰か一人をいない人にして帳尻を合わせないとかが起きるよ。気をつけて、もう始まってるかもしれない。もしかして138センチの女の子、145シャレコアに似たような話があった気がする。自分は会ったことない奴が自分のことをよく知ってて、友人たちはそいつから自分のことをいろいろ聞かされるって話。160、記憶が曖昧なんだが、それはシャレコアじゃなくてこのスレにあった話だった気がする。違ってたらすまん。友人たちにとっては実在の人物なのに。語り手の記憶にはないし、その前に姿を現すこともないという、怖くて嫌な話だったよな。角田次郎の漫画に似たようなのがあったな。全員知っている顔なのに、一人多いっていうやつ。結局は、一人の子がもともとは双子だったけど、一人が生まれてこれなくてということだった。いわゆるミッシングツイン。でも、実はミッシングツインってすごく多いんだってね。150、何回ミシンなので気になって。蚊が起きるってどういうことですか？いないはずの？ちゃんの分、バランスが崩れる的な意味ですか？155、この話ヘノレスかどうかわからないけど、Y ちゃんはそんなにちっちゃくないっす。ケーキの剣はハブってるみたいにも見えるんだけど、Y ちゃんはそういうタイプじゃないというか、オタクの仲間うちの中ではリア充な方だし、かといって嫉妬される感じでもなく、なのでケーキの話の時は、Y ちゃんだけ食べられなくて、ごめん、マジごめん、って空気になった。みんなサークルとか学科の用事でいたりいなかったりで、夕方になって人数増えてきたから。そろそろ食べよっか、みんないる？ A ちゃんハマる時に来るって、Y ちゃんは？帰ったよ。みたいな感じで、その場にいなかったのも、別に反感持たれる理由じゃなく。160、165、167、似たような話あるならすごい気になります。探してみます。Y ちゃんとは毎日会うわけじゃないから、一週間じゃ短いかもだけど、注意して見てみます。どうもです。171。ひょっとしてもう見つけたかな？読み返したくなったので自分でも探してみた。まとめサイトのリンクは貼らないようにということなので。伊藤って知ってる？でググってみて。ネットで見つけた怖い話。第7833話、ミノムシ先生。キュービサに実家に帰った時に、母親から不可解な事実を聞かされた。小さい頃の俺が病んでただけかもしれんが、とりあえず書いてみる。精神医学とかにも詳しい人がいたら解説お願いします。小学校入学前、いつも近所の公園で暗くなるまで遊んでた。友達とドッジボールをしたりかくれんぼをしたり、小さい頃の俺は、いろんな図鑑を読んだりして、幼稚園の先生からは、物知り博士、と呼ばれてたっけ。特に昆虫や植物の世界では、大人かおまけの知識を誇っていた。そんな俺でも叶わない相手がいたんだよなぁ。二つくらい年上でメガネをかけてた男の子。風貌はノビフトみたいだけどとにかく博識で、物知り博士。の俺が知らないことまで昆虫のことなら何でも知っていた。俺は、その子のことを、ミノムシ先生。って呼んで、兄のよう慕ってた。ミノムシの生態を教えてもらって俺が感動したからそう呼んでた。俺は、
仲良くしてた友達の集団を離れ、ミノムシ先生と二人で暗くなるまで公園でいろんな話をしていた。俺が小学校に上がった頃、ミノムシ先生は遠くの町に引っ越したんだっけな。先日、出張のついでに実家に戻り本棚を整理してたら、俺が愛読してた昆虫図鑑が出てきた。懐かしくなって時間を忘れて読みふけってしまった。小さい頃の記憶が蘇ってくる。そういえばミノムシ先生どうしてるかな。もう結婚して子供もいたりするかな。夕食時母親に何気なく聞いてみた。俺、そういえばミノムシ先生言っていたよね。今頃どうしてるんだろう。母親が怪訝な顔をする。俺、よく公園で遊んでたやん。どこに引っ越したんだっけ？案外俺の近くにいたりして。母親の顔が曇る。母親、あんたまだそんなこと言ってるん？そういえばこの話はしてなかったっけ？その後母親の話を聞いて、俺は頭の中が真っ白になるくらい混乱した。母親の話を要約すると次の通り、俺は母親にミノムシ先生のことをいつも話してた。ある時、遅くまで帰ってこない俺を心配して公園に迎えに行った。母親は俺が、ミノムシ先生、と楽しく遊んでるものと思ってた。母親が公園まで迎えに行った時、俺は、薄暗い木の下で楽しそうに独り言をつぶやいていた。レイと話でもしてるような異様な光景だったらしい。心配した母親は俺を病院に連れて行ったが、異常はなかった。ちょっと前に俺が高熱を出してたらしく、脳の障害を疑ったらしい。俺の頭の中にはしっかり、ミノムシ先生、と遊んだ記憶はあるはずなのに、実際はポツンと公園で独り言をつぶやいてたなんて、母親が嘘をついてるようには思えないし、言ってることは事実なんだと思う。幼少時代の俺は、高校生の姉が持ってた文庫本を読みこなしてた。昆虫以外にも新聞の世界情勢に興味を持ち、主要国の政治経済のデータは大体頭に入ってたりと。とにかく変な幼稚園児だった。近所の人からは、東大に行ける、神童、と呼ばれてたりしたけど、その後平凡な私立大学を卒業し、今では普通のサラリーマン。ちなみに霊感なんて全くないし、友人からは素晴らしい鈍感力の持ち主だと言われてる。冷静に分析すると、当時友達からいじめられていた俺は、一人の世界に入り込むことが多かった。もしかしたら辛い現実から逃げるために目の前に架空の友達を作り出してたのかもしれない。文章にすると大した話ではなかったかもしれないが、26歳までミノムシ先生を実在の人物と記憶していたこと、それが自分にとって衝撃的だった。幼少時にこんな心の闇を抱えていたなんて。ネットで見つけた怖い話。第7834話、出産間近の妊婦。十数年前、総合病院に勤務してた時の話。俺がいたのは内科病棟。当時はまだ野郎の看護師が、整形や透析以外で勤務してたのは珍しかった。まあそれは全然関係ない。と思うけど。その病院、西と東で一つの階に違う科があった。俺の勤めた内科は東、西病棟は産婦人科だった。ナースルームは隣接してたが、西はいつも陣痛のうめきと赤ちゃんの泣き声、それに家族さんたちの喜びの声。それに比べて、こっちの内科はダークなオーラを醸し出してる人たちでいっぱい。まさに天国と地獄。一週間に平気で三人は捨ててたし、エンジェルセット、死後処理用詰め合わせセット、大忙し。ある日の準夜帯、いきなり西の産婦人科から妊婦さんが一人、ストレッチャーでうちの内科に運び込まれた。西のナースたちの顔色が真っ青。嫌な予感、運ばれてきた妊婦さんには見覚えがあった。結婚してから8年もかかったんです。と、隣のナースセンターでコロコロ幸せそうに笑ってたのを見たことがある。確か出産間近だったはず。胎盤が早期剥離した。母胎も胎児もやばい。3
産婦人科のドクターの血相が変わってた。ストレッチャーの下半身、比喩じゃなく真っ赤っか。こっちまで青ざめた。ちなみに男は女より血に弱い。要するに、全くお産の予定がない場合、産婦人科は夜勤帯はナースの手がない。緊急呼び出ししてる余裕もないため、その時たまたま暇だった内科に連れてきたらしい。まあ、産婦人科よりは多少緊急時のセットはあるが、外科の方がいいのになぁ、とか思いつつ、処置の手伝いを始めた。後から思えば、違う階にある外科病棟まで連れて行くほどの余裕もなかったんだと思う。廊下に細い血の皮ができるほどの出血だった。今でも思い出すと気分が悪くなる。その時は頭は完全救急モードになってたけど。で、空いてる部屋に患者さんと機材を合わせて運び込み、処置が始まった。とはいえ、夜勤組んでた相棒はともかく、俺は、産婦人科は素人。血液ルームから輸血パック運んだり、確か全部で 6000cc ぐらい。処置や投薬の内容をメモるので精一杯。胃の番側中。血圧30分の60。体心温微弱。とかなんとかドクターとナースが怒鳴り合ってるのを、必死で手近な紙当ての甲にボールペンでメモってた。後で看護記録にまとめなきゃいけないから、左手の甲がペンのインクで真っ黒になったのを覚えてる。結論を言うと、母体も胎児も助けられなかった。もともとその妊婦さんは血小板の機能が弱く、それまでも何回か流産を繰り返してたらしい。今回は順調だったのに、普段は明るい豪快なドクターが肩を落としていた。西病棟のナースも、半泣きになりながら家族に電話をしていた。俺は、といえば、普段は入らない産婦人科ナースルームで看護記録を書かされていた。正直くぼんではいたけど、まあ他病棟の患者だし、自分なりにできることはしたつもりだったし、それよりも、自分の左手にメモった事項を記録にするのに一苦労だった。看護記録をようやく書き終えたのはもう午前2時過ぎ。正直、さっさと帰って休みたくなっていた。暗い表情の西病棟ナースに記録を見せて、東病棟に戻った。もうとっくに新谷つとむのナースも出勤していた。すげえ大変でしたよ。と新谷のナースに愚痴りながら、手を洗い始めた。左手の、モニターフラット、だの、死亡確認、だの、ろくでもない字を早く消したかった。皮膚にボールペンで字を書いた場合、逆性石鹸とかよりも、アルコールの方が簡単に落ちる。ウマルルパスをスプレーすると、案の定簡単にインクは落ちた。インクだけは、左手が妙にひりついた、アルコールが染みた痛み。と思って左手を見ると、赤いインクが落ちきれてなくて字が残ってる、赤いインクじゃない。当時看護記録は、夜勤帯は赤ボールペンで書いたけど、病室には持って行ってない。第一、字の大きさが違う。記録することがたくさんあるのに、俺は、こんな大きな字で手に書いたりしない。ボールペンのインクじゃなかった、ひっかき傷が赤くての甲に浮かんでいた。で、やる、絶対こんなこと書いてない。他の字が偶然そんな風に見えてるわけでもない。当時若くてバカだった。今もだが、俺は、怖いというより興奮して、新谷つとむに来たナース。超ベテラン。似てを見せた。これ、すごいっすよ。あの人のメッセージですよ。寝不足でテンパってた俺は、自分でもよくわかんないテンションで妙に感動してた。いや、感動する場面じゃないんだけど。すごいっすよねー。よっぽど赤ちゃん欲しかったんですねー。俺にメッセージ残したんですね。ベテランナース、しばらく俺を眺めてたが、ぼそっとつぶやいた。それ、違うよ。はい。急に言われて、ポケット先輩を見た。先輩、妙に無表情に俺の左手を指さした。そこ、の次、ちゃんとよく見てみなよ。はぁ、改めてしげしげと眺めた。確かに、と、の間に、読みにくかったけど文字が一字浮かんできた。ラン、で、
やる。次の年の三月、そこの病院は辞めた。ナースマンは続けているが、常に分厚いメモ帳常備、手にメモることはあれから一度もない。今日のオカルトスレ。閲覧注意。今までニュースで見た事故で一番衝撃的だったのは、何？自然災害以外で。2. 明石の歩道橋。明石花火大会歩道橋事故。2001年7月21日に発生した群集事故。死傷者258人の大惨事であり。加えて、兵庫県警察の警備体制の不備、事故後の対応が問題となり、マスコミで大々的に報じられた。リンク。3. 福知山線。JR 福知山線脱線事故。2005年、平成17年、4月25日に西日本旅客鉄道、JR 西日本、の福知山線、JR 宝塚線、塚口駅、天ヶ崎駅間で発生した列車脱線事故である、乗客と運転士合わせて107名が死亡した。リンク。4. トンネルの天井のやつ。6. タコマ橋。8. ドキ。フェラーリだらけの多重事故。37. 多分俺もそれだ。10. スペースシャトルの墜落。チャレンジャー号爆発事故。1986年1月28日、アメリカ合衆国のスペースシャトルチャレンジャー号が、打ち上げから73秒の地に分解し、7名の乗組員が犠牲になった事故である。同宇宙船は北米東部標準時午前11時39分、16時39分 UTC、1月29日1時39分 JST、にアメリカ合衆国フロリダ州中部沖の大西洋上で空中分解した。11. 深夜に電通台で飛び降り自殺したらたまたま通りかかった女子大生に激突した事故。13. 聞く間穴。リンク。15. 30年以上前に遡るが三菱銀行北畑支店で起きた人質立てこもり事件犯人は射殺された。三菱銀行人質事件。事件発生から42時間後に立てこもっていた梅川明美。梅川、明義、1948年3月1日、1979年1月28日、が警察の特殊部隊により射殺。梅川は警察官2名、行員2名、うち1名は支店長、の計4名を射殺、女性行員を裸にして立て代わりに並ばせることもした。リンク。三菱銀行人質事件。リンク。29. あんなの今起きたらネット上は偉いことになるな。17. 事件ならサリン。地下鉄サリン事件。1995年3月20日に東京都の地下鉄でカルト信仰宗教団体のオウム真理教が起こした。化学兵器を使用した無差別テロ事件である。神経ガスのサリンが散布されて、死者を含む多数の被害者を出した事件である。この事件は、大都市の民間人を標的とした世界初の毒ガステロ事件であり、日本の社会のみならず世界に大きな衝撃を与えた。乗客や駅員ら13人が死亡、負傷者数は約6300人とされる。リンク。18. 9.11 テロかな映画やってんのかと思ったら現実だった。19. ホテルニュージャパン火災。羽田沖日航機墜落のコンボ。ホテルニュージャパン火災。1982年、昭和57年、2月8日に、東京都千代田区永田町のホテルニュージャパンで起こった火災事故。33人の死者を出した。リンク。20. JFK 射殺事件かな。人類史上最大のミステリーって何？リンク。23. チャシェスクの死体引きずり回し映像。リンク。24. 豊田商事会長刺殺事件か村井秀夫刺殺事件か。豊田商事会長刺殺事件。リンク。27. NHK ニュース内山さん入れ替わり事件。28.
JL123 便墜落事故旅先の旅館のテレビを見てたら釘付けになった。日本航空123便墜落事故ってお前ら覚えている？リンク。閲覧注意。お前らに航空事故紹介したる。リンク。40。浅間山荘は全国に生中継されて視聴率 90% を記録したらしい。46。だいぶ前だが信号待ちの車の面の上にコンクリート製の橋が落下してたくさんの車が人の膝までの高さくらいにぺっちゃんこ。10人くらい死亡。51。広島のアストラムラインかな俺の親父が現場を1時間くらい前に通って帰りに現場見て血の毛が引いたと言ってた。広島新交通システム橋桁落下事故。当時建設中であった広島高速交通広島新交通1号線、愛称アストラムライン、の工事現場で、橋桁が落下し、一般人と作業員23人が死傷した事故である。リンク。47。ソ連崩壊ていうか、その直前のクーデターが印象的やと、父親の言命で我が家全員が自宅待機命令で中継を目撃したベルリンの壁崩壊の瞬間東京時間で朝8時ジャストだったんだよな。52。事故じゃなくて事件だが、だいぶ前のアメリカで議員か公務員が何かの疑惑を追及するマスコミ記者たちの前で44マグナム銃を口に加えて発砲して自殺。57。事故っていうか当たり屋が当たりに失敗する動画あってすごくおかしい。61。暗室の母親の事件は結構衝撃的だったな。事件後も暗室がテレビ出演してたし。リンク。64。ソビエトの有人人工衛星が機関に失敗して高度8キロからコマロフ中殺墜落ってのもあったな。69。三沢死亡。74。伊豆大島三原山の大噴火で全島民に避難命令が出て東海汽船で本土へ緊急避難。78。夜中も避難の様子とか溶岩がどこまで来たかとか中継してたから起きてみてた。当時横浜にいたんだけどそこでも爆発する音が聞こえて振動でガラスが震えてたの覚えてる。79。日航機墜落事故だな。あと芸能では岡田由紀子自殺。閲覧注意。死に方が悲惨な有名人&無名人。リンク81。福島原発爆発だな。82。東日本大震災の NHK 津波中継だろ。お前らさん。11の時どのあたりで。こいつはやべえな。と思った？リンク。86。榊原逮捕。神戸連続児童殺傷事件。1997年。平成9年。二兵庫県神戸市須磨区で発生した。当時14歳の中学生。以下。少年。トス。による連続殺傷事件。別名、榊原事件、榊原ひじりと事件、とも呼ばれる。この事件で、2名が死亡し、3名が重軽傷を負った。数ヶ月にわたり、複数の小学生が殺傷された事件である。通り魔的犯行や遺体の損壊が伴った点、特に被害者の頭部が、声明文、とともに、中学校の正門前に置かれた点、地元新聞社に、挑戦状、が郵送された点など、強い暴力性が伴う特異な事件であった。また、犯人がいわゆる、普通の中学生、であった点も社会に衝撃を与えた。警察は聞き込み捜査の結果、少年が動物への虐待行為をたびたび行っていたという情報や、被害者男児とかお見知りである点などから、比較的早期から彼に対する嫌疑を深めていたが、対象が中学生であるため、極めて慎重に捜査は進められた。一方で、中学生には到底不可能な犯行とされること、警察が少年に虚偽の説明をして、調書を作成したとされることなどで冤罪の可能性を指摘するものもあるが犯人が否定している。リンク。91。雲仙岳噴火で消防団員の顔が丸焦げになってるやつ。焦げ焦げな状態でも湖ずっとうめきながら普通に生きてるのが衝撃的だった。95。薬中が屋根の上上がって自分の腹を包丁でザクザク刺してるやつあったじゃん。あれ放送しちゃダメだよな。101。
映画の撮影中に落下してきたヘリコプターに巻き込まれて俳優が死亡した事故。放送禁止封印作品になったアニメ、映画、ドラマ、CM など語ろうぜ。リンク。102、セナ事故死も衝撃だったな。閲覧注意。スポーツの死亡事故とか教えてくれ。リンク。110、元 GP のシモンチェリも、103、三菱重工ビル爆破事件可能あと1000日前デパート火災。日本に、絶対に行ってはいけない場所。ってある？リンク。108、ドキュンの川流れで流される直前までの映像。久野倉川水難事故。1999年8月13日より久野倉川の中洲でキャンプをしていた。横浜市内の廃棄物処理業者の男性社員、子供6人を含むその家族、さらに社員の婚約者女友達を含む18人が、翌日の熱帯低気圧の大雨による、増水によって流され、社員5名と妻2名、1歳から9歳の子供4名、社員が連れてきた女性2名の13名が死亡した。リンク。113。おしまい。